だってもう今は夕方なんだから。寂しい時間だよね、夕方って。夕方は終わりの時間だから。太陽が地平線にかかると時間はやっぱり流れているんだってよくわかる。夜になって朝が来て、明るい昼間が訪れて、そして夕焼け空を見上げたら、私たちはバイバイしなくちゃならないんだよね。こうして今日も一日が終わっていく。また会えるよ。うん、本当にそうだね。こんな風に感じたこと、多分今までの私にはなかったことだと思う。だって今は一度きりのものだから。だから笑わなくちゃ。京介くんとこんな風になれるのは今だけなんだから。倒れるときは前のめりでしょ。だから笑おうよ。私これでもっと強くなれたよね。ほら、私に足りないのは悲しい思い出だからさ。これで私
イバイ。
システムデータをセーブしますか？セーブしました。最初から始めます。時間を巻き戻すことはできないって知ってた？嘘だよ、京介くん。京介くん、そんなことばっかり考えているんでしょう。そういうの、死んだ子供の年を数えるって言うんだよ。数えたって、本当は進んでるわけじゃないんだよ。いつまでそうやって死んだ人に囚われているの？いつ気が済むの？長そうだね。あの夏はもう来ないのかな。別に戻りたいと思ってるわけじゃない。ただあんな風にしてまたみんなで仲良くなれないのかなってこと。
お兄ちゃん。おはよう、お兄ちゃん。苦しそうな顔してた。寝顔。そう。しばらく見ていたの、お兄ちゃんの顔。だって心配だったから。嘘。また悪い夢？そうね。またあんな夢を見たんでしょ？